お疲れ様です。お疲れ様です。久しぶりです、会長。久しぶりです。北海道行ってきました。いや、おかえり。はい、ありがとうございます。いやー、でですね、でですね、はい。長州力の、はい、あの噂の、はい。はい、食ってみな、飛ぶぞ、お土産で。ビキチャンネルですよね。はい。買ってきたんで、はい。実際、実食して、はい、本当に飛ぶのかどうかを、はい、会長、ちょっと、わかりました。はい、リポートしてください。わかりました。はい。食レポを。食レポですね。はい。じゃあ本当にいただきます。はい。高いんでしょ、これ、ね。これ3500円くらいです。これで？これで。マジで？はい。では。嘘はなしで。はい、わかりました。飛ぶのか、飛ばないのか。はい。この、長州力を愛した、はい。中島俊道が。はい、はい。いや、もう、はい、力さんに。はい。もう忖度なしで。はい、わかりました。はい。緊張するね、開けるのなんか。なるほど。ちょっとこれ。飛ぶ前にね。飛ぶ前にね。はい。いきます？飽きた。いきます。あ、お願いします。実食。もお。飛ぶぞこれ。うん、真空パックで、うん、舐めてた。おう、うまいこれ、めちゃくちゃ。うわってことは飛ぶぞ。おお、来ました。うまい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、昨日ね、コウジから北海道土産でもらったこのホタテの貝柱の真空パックに入った、これだけで 1,2,3,4,5,6,8 個入って移動して、ドラムしてこれで3,000円、ね、で、このホタテの貝柱といえばその北海道の猿払村っていうところの納税大使に長州力さんがなってるわけですね。長州力さんはこれを食べて飛ぶぞ言ったのがきっかけで飛ぶぞがブームだ。そう、飛ぶぞだから長州力さんだから今日はこれで、この T シャツでちょっとレポートさせていただきますが、このホタテの貝柱、長州力さんが飛ぶぞと言ったものを本当に飛ぶのかっていうのを昨日、まあ私が動画で教授が撮ってくれましたが、それとつなげてですね、タケルも本当に飛ぶのかっていうのを食べてもらいましょう。2種類あるけど、まあ、どっちも同じのタケル。昨日俺これ行ったから、これ行ってください、はい、めちゃくちゃうまい。本当に飛ぶのかっていうのをタケルを買いました。あ、教授の同級生どうぞ。どうぞ。これ今のどうなんですか。やっぱね、今ね、体が表現しました、ね、これ、はい、これうまい、うまいよ。うまいよ、本当にそう。ということで、うまいぞ。はい、飛ぶぞいうこと。飛びました。はい、はい、じゃあ飛ぶぞ。飛ぶぞ。はい、ありがとうございました。はい、というわけでね、引き続きこの T シャツでお送りします。長州力さんの、飛ぶぞのきっかけとなったこの北海道の貝柱、猿払村納税大使と長州力さんがやられています。これを、こういうのを書いてくれね、本当うまいよね、これね。さっき、竹野もこれ一緒やねんか。あ、もちろん。
コーチ。いや、これうまい。血管みたいな。自分の今を乗り越えていこう。人生をゲットオーバー。